です。本日は小顔矯正対ボトックス注射ということでお伝えさせていただきます。本日もどうぞよろしくお願いいたします。はい、以前ですね、ある方からご相談がありまして、エラが気になるんですけれども、ボトックス注射を打とうと思うんですが、小顔矯正と、まあですね、悩んでるとどうしたらいいかというね、ご質問をいただきました。はい、あ、なるほど、小顔矯正とボトックス注射ということで比較される方もいるんだなというふうに思いまして、何か参考になればいいなということで本日お伝えさせていただきます。まあ、小顔矯正というといろんな方法といろんな手技と、まあ、いろんな効果の出方ねありますので、今回はですね小顔デザインの場合でお伝えさせていただきます。はい、では早速スタートです。はい、まずですね、ボトックス注射の方についてお伝えさせていただけたらというふうに思ってるんですけども、まあ、メリットですね、ボトックス注射のメリットは楽に簡単に早くと私は思っております。メリットはですね、筋肉を過剰に使いすぎているところ、まあ、例えば先ほどのご相談者のように、まあ、うーっと噛む習慣を持ちの方、やはり筋肉うーんって使われるのでやっぱり張ってくるんですね。こう四角い顔になってしまう方が多い。はい、あとですね、まあ、多いのがこういう癖がある方ですね。私もね、こう集中するとこういう癖でこういう風になってるんですけども、こういう癖がある方はやはりこの筋肉って使われるので、こうシワが入りやすい。はい、あとこういう癖がある方はやっぱりこういう風にシワ見えますでしょうか。寄りやすいですよね。なので過剰に使ってるところにドクターたちがこう注射を打つってことですね。でそうすると過剰に使いすぎてたものが使えなくなるので、まあ、全体的に馴染んだ感じにこう、ね、見えますよね。それが最大のメリットかなというふうに思っております。はい、ではボトックス注射のデメリットですね。デメリットは何かということですよね。デメリットはですね、効果が切れてしまったらまた続けなきゃいけないということです。はい、ですのでだいたい3ヶ月とか半年とかね、多いですよね。またずっと繰り返して打ってますという方もねいらっしゃいますよね。なので対処療法ということです。はい、ずっと繰り返すってことですね。ここが気になるからここに打つ、ここが気になるからここに打つっていうことですよね。なのでずっと繰り返すってことです。ずっとうーんって癖がある限り、ずっとこういう癖がある限り、こういう癖がある限りはずっと筋肉使ってる状態ですので、またボトックス注射打つで、切れたらまたボトックス注射打つっていうようなね感じですよね。なので、まあ、それがデメリットかなというふうにね、私は思います。あとですね、まあ、心配なことですね。心配なことはボトックス注射をずっと打ち続けた方の、データがないということですね。はい、イギリスとかですね、イギリスとかでは国で年単位、100年単位でこうしっかり研究して、そのデータのもとにちゃんとこういろいろねするらしいんですよ。すごいちょっとざっくりな説明なんですけども、なので例えばなんですが、ボトックス注射を100年間打った方のデータがないということですね。100年打ち続けたらどうなるのかってことですね。はい、それがまあないんですよね。それがちょっと心配かなと。打ち続けた方のデータがないってことですね。はい、はい、それではお知らせです。はい、多くですねお問い合わせいただいております小顔デザインのオンラインセッションなんですが、公式 LINE にてですね詳細お伝えしておりますので、気になる方は公式 LINE ですね、下の方にリンク貼ってますので、ご登録ください。はい、あとですね、小顔デザインについてですね、2日間の無料メール講座も行っております。こちらもリンクありますので、下の方にねありますので、こちらもぜひご活用ください。はい、あと多くの事例はインスタグラムですね、こちらに掲載しておりますので、こちらもご覧ください。はい、あとですね、その他ですね、公式ブログですね等もですね発信しておりますので、こちらもよろしければご覧ください。では続きまして、小顔矯正ですね、まあ、小顔デザインのメリットとデメリットについてお伝えさせていただきます。はい、小顔デザインですね、でできることは、お顔の縮小ですね、もうもちろん、ね、することできますし、お顔を骨格レベルからこうデザインしていくことが可能です。はい、多くの事例インスタグラムぜひご覧いただければなというふうに思ってるんですが、まあ、先ほどのエラー気にしている方ですねのメリットとしてはですね、エラーだけではなくて全体のバランスを見て綺麗にデザインすることができますってことですね。はい、人体ってもうすでにもうパーフェクトな存在というのを私は思っておりまして、
まあ、エラだけずっとねこのお手入れすると、まあ、この辺です、まあ、エラの場合はですね、まあ、筋肉のアプローチもねあるんですが、あの頭の方からですね骨格的にこう縮小ですねデザインしていくとエラも実は綺麗に、ね、なるんですけれども、なのであのエラの部分だけではなくって、あの全体をこう美しくねデザインすることができる、これがもう、まあ、大きなメリットですよね。で、あのダウンタイムもありません、ダウンタイムもありません、むしろ体にいいことだらけなんですね。まあ、巡りが良くなりますし、体の機能がですねアップします、はい、ですので、対処療法ではないということですね、はい、デザインもできるんですよね。デザインもできますので、はい、まあ、いろいろ、まあ、エラだけではなくですね、まあ、ここシュート作ることも、ね、できますし、リフトアップドライからすることもできますし、まあ、縮小することもできます、おでこ丸くすることもできますということですね。その他いろいろね動画に出している通りなんですけれども、本当デザインすることができますということですよね。あとメリットとしては、対処療法ではありませんので、例えばうーんってこうね噛む癖がある方の場合ですね、そうならないように、まあ、それこそ舌の位置とかそれに関係することですね、まあ、お伝えしております、はい、ですので対処療法ではなくてしっかりこう定着しやすいように、はい、作ることがまあ可能だってことですね。はい、続きまして小顔デザインですねのデメリットについてお伝えさせていただきます。はい、デメリットなんですが、ホメオスタシスですね、人体には機能してますので、最初の頃はどうしても戻りやすいってことですね。それがデメリットになります、はい、ですので繰り返して行わなくてはいけないっていうことが、まあ、ありますね、はい、ですので、まあ、楽に簡単綺麗を求められている方はちょっと勧めではないという感じでしょうかね。時間が必要、人体の機能に沿ってお手入れをしてますので、機械では、ね、ありませんので、ずっとうーんってあった状態をこう徐々に徐々に綺麗にデザインしていきますので、まあ、最初どうしてもうーんっていう習慣があった方はやはりうーんって噛みますので、そうすると骨レベルでもこう広がっていきやすいんですよね、最初の頃はですね、はい、ですので繰り返しする必要あるということになります、まあ、これがデメリットかなと思います。はい、はい、本日の動画はいかがでしたでしょうか。今回の内容ですね、お役に立ちましたらぜひ、高評価ボタンを押していただくと嬉しいです、励みになります、はい、あとその他ですねご質問とありましたら、コメント欄ですね私すべて拝見しておりますので、コメント欄の方にお願いいたします、はい、では本日は小顔矯正対ボトックス注射ですねについてお伝えさせていただきました。本日もありがとうございます。